22世紀への伝言小林すべてを諦めて悟った人大学のサークルは恵まれた環境でした当時神田駿河台をベースに超常現象や超心理超能力などを研究する学者 大学教授のグループがあり定期的な集まりがありました中西教授のおかげでそのような案内状や招待状は必ず届き私たちも出席することができましたそこで私は多くの超能力者にお会いすることになります彫刻家の北村聖望さん 長崎の平和記念像などの作者歌舞伎の先代片岡仁左衛門さんなどともこのようなところでお会いしているのですが今考えてみればすごい人々が集まっていましたそんな中でも一番衝撃的かつ印象的だったのは 高橋真嗣さんでした高橋真嗣さんは GLA ゴッドライトアソシエーションという宗教団体を設立した宗教家で現在でも彼の影響を受けた人は少なくないようです高橋真嗣さんは1968年に逮捕し 宇宙の真理を解き始めるのですがその年は一浪して私が大学に入った年でした高橋さんの教えに感動した人々が自然発生的に大宇宙振興会を発足させたのは翌69年4月8日釈迦の誕生日のことだそうです私がお会いしたのは69年頃 講演会での時でのした背丈はそんなに大きな人ではなかったのですがとても大きく感じ温かさや優しさを全身ににじませている人でしたその時は悟りに至った体験を語ってくれました38歳の時自分の部屋に突然ヘブライ人が現れお前は3日後に死ぬ と宣言して消えたそうです驚いた高橋真司さんは東京中の霊能者などに相談したそうですが結局誰もその意味が分からず解決できませんでしたそして3日後家族を集め「私は今日で死ぬことになるかもしれない」「後のことはよろしく頼む」と告げ 部屋でその時を待っていましたすると深夜にヘブライ人が現れ「お前は悟った」と言って姿を消したそうです。特に優れた観念や考えに至らずとも自分の命も含めてこの世の全てのものに対する執着を断つことだけで十分に悟りなのかもしれません。 その日から高橋真二さんは突然ヘブライ語とサンスクリット語がわかるようになりましたそれらを聞けて話せて読めて書けたそうですその講演には奥さんも出席されていましたが家でヘブライ語やサンスクリット語を密かに勉強していたということはありませんと証言され参加者がどっと笑い より一層その場が和やかで暖かい雰囲気になったのを覚えています未知の言語を一夜でマスターすることは不可能ですもしできたとしたらそれは奇跡以外の何物でもないでしょう高橋真嗣さんはその頃から太古のインドの様子がまるでビデオを見るように頭に浮かぶようになりました そしてそのビデオの中で自分が釈迦の役割で登場していることに気がついたそうです。そして私は釈迦の生まれ変わりであるらしいというのです。その講演会の帰り際こう言いました。今日ここにおいでの方々はみんな釈迦の弟子の生まれ変わりなのです。ですから皆さん 望むと望まないとにかかわらず将来必ずそういう方向に引っ張っていかれます。今前の方にいるこの若い方々はそんなバカなと思うでしょうがこんなに若くしてこういう集まりに縁があるのは特にそういう人だということです。本人が嫌だと言ってもそうなります。覚悟していてください。 全員がままたたどっと笑いました前の方にいる若い方々とはまさに私ともう一人の友人のことでしたただ当時の私は学生運動の真っただ中にいました私はまさに全教頭世代です中央大学は新左翼の過激派の一派社学堂の拠点でしたそんな時代でしたから 私はそんなバカなことがあるわけないよ。と、半ば、バカにして笑いながら帰ったのです。その後、高橋真司さんは頭の中に浮かぶビデオの記憶を頼りに、「伝説般若心経という本を書きました。それは100万部を超えるベストセラーとなり、般若心経ブームに火をつけます。 その本のおかげで仏教史上不明だったいくつかの点が解明されたそうです。もちろん高橋真治さんは仏教についても釈迦についての勉強もしたことはありません。そういう人が非常に詳しい釈迦辞伝を書いたのですからやはりそれも奇跡としか言いようがありません。高橋真治さんは 48歳で死ぬと数年前から自分の死期を予言していましたがその通り1976年48歳の時体がどんどん弱っていき亡くなりましたわずか8年の活動でしたが高橋真司さんがこの世に残した影響は計り知れないほど大きなものでした 名前がご縁を引き寄せる。高橋真二さんの言葉に、そんなバカなことがあるわけないと言って帰った私が、今のように人間のありようについて考えるようになったのは、私の名前が色濃く関わっています。私の本名、聖漢は父の命名です。父は、正夫と言い,い、 正の字を私にくれたのですが名前をつけるとき父はなぜか良寛和尚のことが気になって頭から離れなかったそうですそこで私に正寛と名付け役所に出しました普通は名前に読み仮名を書いて出さなければならないのですが父は読み仮名をつけませんでしたですから私の戸籍には 今ででも漢字だけで読み仮名がありません中学時代から私は周りの人に生官と呼ばれるようになりました先生からもそうですし大学時代にパスポートを取った時もそうでしたさらには大学を卒業してからも私はもっぱら生官と呼ばれていたので初めてお会いするほとんどの人から おおお坊さんですかお家はお寺ですすかか家は寺という質問を受けましたその度に事情を説明していましたが次第に面倒になってきたので「はいはいそうです」と冗談半分に答えていたのですそれがある時「じゃあお経も読めるんですか?」という追い打ちの質問がありました私は慌てて「まあ少しくらいは」と答えたものの お経ななど全く知らなかったのです。行ってしまった手前後で聞かれた時何も知らないというのでは格好がつかない私はその足で本屋に行き簡単に覚えられるお経の本を探しましたそこにたまたまあったのが「半若心経の本でした「半若心経は漢字わずか262字ですからこのくらいなら覚えられるし 意味を聞かれれても答えられると思ったのです著者も見ずに目についたものを買って帰りましたがその本こそが「原説般若心経」で高橋真治さんが書かれたものでしたその時の驚きといったらありません「へえあの人がこんな本を書いたんだ」という親しみが湧いたせいもあって一生懸命に読みました 真剣に理解するためには、262字を暗記することが最善の方法でした。後で分かったことですが、真実を伝える言葉というのは、すごい力を持っているようです。動機が不純であってもいい。こちらが反抗的であろうが、否定的だろうが、関係ありません。その言葉が目や耳に届きさえすればいいのですから、 ものすすごい力です言葉にはその言葉に出会った人に大きな影響を及ぼすほどの力があるのです「般若心経は」は読むうちにいろいろなことが分かってきました「色即是空空即是色」の意味を知るだけでも人生観が変わります「性感」 といううのような名前が私をこういう世界にいざなう大きな要素になっていました。今ここにいることの因果関係を遡ると興味は尽きません。